立憲民主党、枝野幸男の秘書が大出現、化けの皮が剥がれる先ほど行われた安倍首相の記者会見について、立憲民主党の枝野幸男さんの秘書がツイッターにてこのような発言をしてしまいました中身が全くない総理会見について30分もかからず、それなりの品格を保ちつつ a 4 0 0 1枚、びっちりと悪口ばかりの談話をかけるようになれば、 野党スタッフとしては一人前だとなっておりまして。まあ、この無責任野党、まあ、民主主義も立憲主義もない独裁政党の立憲民主党としてはそれでいいんでしょうが、国民が、有権者が求めているのは、政権をですね、任せることができる野党でございますので、何の意味もない、 悪口をを言われても、立憲民主党が支持を集めることはできません。事実に基づき批判をし提案ができるしっかりと責任を持つことができる野党が国会議員が国民から有権者から必要とされておりますけども。 立憲民主党はいまだに国民が政治に国会議員に野党に何を望んでいるのか理解できていない模様です。本日の安倍首相の記者会見、まあ、どうやらですね、政府が緊急事態宣言を出すんじゃないかという噂が、まあちらこちらで拡大をしたため、まずは そういった噂を打ち消すために行われたんじゃないかと見られておりますが、立憲民主党には、ぜひともこのような緊急事態において、悪口ばかりではなくてですね、しっかりと国民が納得する、納得ができる、 主張を行っていただき、しっかりと多くの国民がですね、立憲民主党を選挙において投票先の一つとして選ぶことができるように、まあ、現状では自民党以外に選択肢がないというですね、悲しい状況にありますので、 ぜひとも選択肢となれるように、批判のための批判、反対のための反対ではなくて、しっかりと国民のために建設的な生産的な提案を、主張を、これからは行っていただくように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。